皆さんこんにちは、衆議院議員の安藤博史でございます。本日もご覧をいただきましてありがとうございます。この収録は3月の16日に行っておりますけれども、3月11日東日本大震災から10年が経過をいたしました。今連日ですね、あの日の前後にはテレビ等で本当に大変な災害であった映像が毎日のように繰り返し流されていました。改めて、お亡くなりになった皆様方に心からのご冥福を申し上げるとともに、今なお被災されて、本当にさまざまな困難に立ち向かっておられる皆様方に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。私も復興大臣政務官を務めておりまして、あの被災地にはですね、何度も足を踏み入れました。私は直接の担当は岩手県だったですけれども、岩手に限らずですね、宮城県にも行きましたし、そしてまた福島の第一原発のところにも入らせていただきました。あの原発の跡地はですね、原発事故はまだまだ収束をしておりませんし、あの周辺はいまだにあの10年前の3月11日のまま時が止まっている状況です。私選挙区が京都でありますけれども、京都にいるとですね、もうあのかなり距離もありますから、その被災地がどうなっているかという実感はなかなか伝わらない状況になっていますけれども、しかしまだまだ復興は道半ばであると言わざるを得ないと思います。そして、やはりあの東北の地方はですね、もともと日本全国の中でも所得水準がどちらかといえば低い地域です。そしてこの復興需要がある間はですね、いろんな予算がつきましたので、所得水準が上がりましたけれども、上がってもなお全国平均にやっと届いたかぐらいなんですね。そして、ここで、復興予算がこれから削減をされるという方向になると、また元の所得水準に戻っていってしまうということが予想されます。やはり復興していくにはある程度所得が必要ですから、やはりそこにはですね、国がもっともっと積極的に予算をつけて、まだまだ復興の支援をしていかなくてはいけないということを強く感じています。これも根っこにはですね、国にはお金がないからということで、そこまでこの復興という理由でですね、いつまでも予算をつけるわけにはいかない、そんな理屈があるわけですね。そして被災地の皆さん方もですね、本当に努力をしておられるんですけれども、一方で、いつまでも国の支援に頼っているわけにはいかない、そういう発想、そういう発言をされる方もかなりいらっしゃいます。もちろんその気持ちは大丈夫、とても大事なんですけれども、しかし現実として、やはり国の政府というのは、足りないところにお金をきちんとつけて、そして日本どこに住んでも同じぐらいの所得水準で生活ができるような、そういう環境整備をするのも、これ国の大事な役割なんですね。どうしてもお金は都会に集まります。どうしてもお金は東京に集まります。これを税の形で回収をして、そしてこれを地方に配分をしていく、いわゆる所得の再分配と言われる部分ですけれども、この機能をですね、もう一度取り戻して、都会に集まってしまうお金をきちんとこう地方の方に回していく、そういう役割を果たしていく必要があると思います。まだ復興はですね、道半ばであるということを、ぜひこれをご覧の皆さん方もご理解をいただいてですね、今これからも東北の皆さんを応援をしていただければと思っております。しかしこの自然災害はこの東日本大震災だけではありません。もう毎年のように豪雨災害が日本各地を襲っています。今年は豪雪の災害もありましたけれども、やはり改めて自然災害大国であるこの日本の国土をですね、そこに住んでいるということをもっとこう真剣に考えて防災対策をやっていかなくてはなりません。国にはですね、防災科学技術研究所という研究開発法人がございます。先日
まさにこの3月11日に、その研究開発法人の今やっていることの報告が自民党本部でありました。まあ、衝撃的なのはですね、南海トラフ地震、これは必ずやってきますけれども、これをいつやってくると予測をしているかというとですね、2035年、プラスマイナス10年の間に必ずやってくるということを報告をしておられるんですね。2035年といったらもうあっという間です。しかもプラスマイナス10年ということは、まあ、早ければ2025年に起きるということですね。そしてこの南海トラフ地震が起きれば、まあ、太平洋側が津波で相当壊滅的な打撃を受けるということが予想されます。東日本大震災でも大きな被害がありましたけれども、太平洋の方は中部地方から近畿地方にかけて、まあ、関東の方からですね、まあ、この辺りは工業地帯になっていますから、まあ、いわゆる日本の生産設備が相当高度に集積をしています。まあ、ここがもし、津波で、大変な被害を受ければ、日本の生産設備が徹底的に破壊をされるということになります。そして、まさにその3月11日の防災科学技術研究所の講演でもあったんですけれども、かつて、ポルトガルがですね、世界の覇権国であった時期がございました。ものすごい力があったわけですけれども、なぜポルトガルが没落をしたのか。これはポルトガルの首都であるリスボンが巨大地震に襲われたんですね。このリスボン地震によってポルトガルは覇権国の地位から大きく転落をして、まあ、今も決して貧しい国ではないにしろですね、先進国ではないという状況になっているわけです。まあ、日本も同じようなことになっていくんではないか、まあ、そういう警鐘を鳴らしておられました。まあ、この東日本大震災の後ですね、我が国では国土強靭化をやるべきだ、まあ、そういう声が上がっていたわけです。まあ、今でも国土強靭化基本計画というものは作られていますけれども、とてももしかしたら5年ぐらい先にやってくるかもしれない南海トラフ地震に耐えるような、そういう防災投資は、まあ、ほぼ全くされていませんね。そして、もう災害が起きるたんびに、何が足りなかったんだみたいなことはちょっとは議論になりますけれども、なんかもうすぐ忘れてしまって、全然違う話題にですね、政治的な焦点が移っていって、そして結果的に、本当に大事な防災投資が全く行われないという状況が続いています。やはり国の本当に大事な対策の一つには安全保障、人々が安心安全に安心して暮らせる世の中を作ること、まあ、これが大事なわけですけれども、その中には軍事的な安全保障もありますけれども、防災投資というものも本当に大事です。まあ、かつては日本でもこの巨大災害対策、巨大地震対策というものは、例えば大平正芳内閣の時にはきちんと政府の方で考慮されていたということですけれども、まあ、最近は国土強靭化基本計画はあるとは言いながらですね、なかなか前に進んでいかない、まあ、これも根っこには国にはお金がないので、やらなきゃいけないということは分かっているけれども、投資をすることはできない、したがって、自分で何とかしてください、自力で何とかしてください、そして、地域で助け合ってください、自助と共助がまず先に来るわけですね。そして、公があることは一番最後に来るという状況になっています。まあ、もちろんこの実際災害に起きたら自分で自分の身を守るということはまず一番に来ますし、地域の町内会とかで助け合うということが、まあ、次に来るので、その順番としては確かに間違ってはいないんですけれども、でもこの公できちんと防災投資をしておけばですね、そもそも災害が起きないという状況が作れるわけですから、まあ、そういう役割をまず国は果たしていく必要があると思います。まあ、3月11日のこの東日本大震災をのまた節目の日を迎えて、改めて
防災投資の大切さ、皆様にご認識をいただいて、そのための予算をつけることは日本国政府は十分にできるんだ、まあ、そういうことはこれをご覧の皆さんよくご存知だと思いますけれども、ぜひそういう考えも広めていただいてですね、安心安全な国づくりにご協力をいただきたいと思います。本日もご覧をいただきましてありがとうございました。